テレトビズ。やはり私が皆様に何よりも伝えたいのは、マナとリコの命っていうのは私にとっては本当に大切でかけがえのないものだった。でもこの4年間で気づいたのは、この世に生きる全ての人々の命がマナと同じ、マナとリコと同じように尊い。だから皆様の命が交通事故によってなくならないように、ぜひ安全運転、交通ルールを守って日々この交通社会を過ごしていただきたいなと。4年前、交通事故で妻と娘を失った松永拓也さん。2019年4月19日、東京池袋。高齢者が運転する乗用車が暴走し、重軽傷9人。青信号で横断歩道を渡っていた母子2人が死亡しました。松永真菜さんと娘の莉子ちゃん。お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。おめでとう。はい、プレゼント、お父さんとお母さんから。あー、よかったね。ね、よかったね。ベッド、うん、よかったね。莉子ちゃん何歳ですか？3歳。2021年12月。片付けしてる最中だから。でももうだいぶ荷物はもう、本当はこれ30箱ぐらいあったんですけど。事故から2年半。やっと終わった刑事裁判。気持ちに区切りをつけるため遺品の整理を始めました。これとかもだいぶへたってるけど、あのお風呂上がりにリコが頭にかぶって、うん、なんかへたり具合から見てね、だいぶ愛用してたのがわかりますけど、もう変色しちゃってる、ね、うん、しかしなかなか手は進みません。毎日かぶってたこれ。荷物取っといてると思うんですけど、クリアさん、なんかタオルとかって取っときます？どうなんだ。マナさんもすごい綺麗ですね。ね、綺麗ですよね。とかね、こういう思い出がやっぱり出てくるんですよね、たくさん。うん、思い出とか愛とかを捨てようとしてるわけではないです。うん、自分の心の整理をしている。
これはね、だから捨てようって言ったって捨てられないっすよね。何も悪いことしてないですよ、まだ無理子も。本当に何も悪いことしてないけど、こうやって命がなくなって残された人は辛いことをたくさんしなきゃいけない。だから加害者がどうこうっていうことを僕は伝えたんじゃなくて、だから交通事故はなくさなきゃいけないんです。こんな思い誰もしちゃダメなんですよ。やっぱり僕は自分がやっぱりこういう辛ければ辛いほどやっぱりおかしいと思う。こんなことしなきゃいけない、理不尽すぎる。松永さんは一人残された部屋で思い出と向き合い続けています。事故を起こしたのは当時87歳の高齢ドライバー、旧通産省幹部の飯塚幸三氏です。暴走の原因はアクセルとブレーキを踏み間違えたこと。時速はおよそ100キロに達しました。なぜ車を運転し続けたのか。飯塚さん、すみません、テレビ東京です。先日飯塚氏を直撃しました。被害者遺族に対しては何か一言ありますか。本当に申し訳ないと思っております。運転ミスはなかったという認識はお変わりないんでしょうか。裁判に出されてくるので理解しました。だいぶお足が悪いようですけど、事故前から歩くのが大変だったんですか。いや、こんなもう去年の夏ぐらいから急に悪くなったんで。事故の後ということでしょうか。こいつはどうして車でに乗って運転されていたんですか。フレンチに向かっていたという報道もありましたけれども、急いでは家におりませんでした。全然急いでなかったんです。フレンチに向かっていたのは事実なんですか。だって普通のランチですよ。ビストロです。町の小さなレストランで、そんなにフレンチっていう大げさなもんじゃないです。よければご自宅前でもちょっとなんかどこかでお話を伺うことってできますか。やってみません。もうタクシー代もお支払いいたします。いやいや、もう勘弁してください。飯塚氏は過失運転致死傷罪で在宅起訴されました。2021年9月判決の日、遺影とともに東京地裁へ入る松永さん。同じ頃、飯塚氏も東京地裁へ。
判決、主文、被告人を禁錮5年に処する。飯塚さん、今回実刑判決でしたが、受け止めを一言お願いします。証拠や判決文を読み、暴走は運転ミスの結果だったと理解したとして、控訴はせず禁錮5年の実刑判決が確定。現在関東の刑務所で服役しています。松永さんが判決後に向かった先は、事故現場の慰霊碑です。私たち遺族が、まあ、もしかしたら前を向いて生きていける一つのきっかけになり得る判決だなっていうのと同時に、でもこの判決で命が戻るわけじゃないからなっていう虚しさ、なんかそういういろんな感情が一気に押し寄せてきて、なんかこう天を仰いだ感じだったんです。もちろん行きたかったと思います。もっと行きたかっただろうし、もっといろんな経験をしたかったと思うんですよ。もっと3人で生きていきたかったと思うんですけど、でもそれでも2人がなんか加害者に対して実刑だからやったとか言ってるってはちょっとあんまり思えないんですよね。2人が残してくれた、僕に与えてくれた愛を、今を生きてる方々のために使いたい。交通事故が一つでも防げたら、それを実行できたってことに僕はなるから、二人に胸張って会えるから。しかし、試練は続きました。本当になんでこんなこと、名前も顔も知らない人に言われなきゃいけないんだろうということで、もうびっくりして。松永さんの戦いに注目が集まる一方、中傷するコメントも相次ぐようになりました。やはりこれは大きな社会問題だなと感じたので、まあ、木村花さんのお母さんである木村京子さんと対談することによって、私自身学びながら、意見交換をして有意義な時間にしたいなというふうに思います。はい、新たに始めた活動があります。ただいまより NPO 法人リメンバー花と一般社団法人関東交通犯罪遺族の会、通称愛の会の対談を始めさせていただきます。対談企画は設けていきたいと思います。元プロレスラーの木村京子さん、私たちの方から社会に対して発信できることは多々あると思います。3年前 SNS での誹謗中傷により娘の花さんを失いました。やはり本当に誹謗中傷を受けた人っていうのは心にすごく大きな傷を持って、もうただでさえボロボロの中で、ちょっと相談窓口を探したりとか、それこそ弁護士さんを探したりすること一つ一つもすごく負担になってしまうこと、そういう現状を本当にたくさんの人に知ってもらって、なんとか本当にこういうことが誹謗中傷なんですよっていうガイドラインは本当に必要だなと思います。はい、ありがとうございます。松永さんいかがですか。今聞いていて、いや本当におっしゃる通りだなっていうふうに思っていて、まあ、私もちょっとなぞる形で喋らさせていただくと、そうですね、やっぱりこうする方も、さっきおっしゃったようにする方もやっぱり意見と
誹謗中傷っていうのがやっぱり線引きがこう曖昧というか、やっぱりそれがごちゃになっていて、自分では意見してるつもりなのに誹謗中傷になっている。2人は誹謗中傷のガイドラインの策定や法律の厳罰化を求める活動を開始。誹謗中傷問題が社会問題化したことを受け、去年6月、侮辱罪は厳罰化されました。そして今年1月、壇上で念入りに打ち合わせる松永さん。次お願いします。この日はアサヒ飲料グループの労働組合に向けた講演会。業務で車を運転する企業向けに対面での講演活動を始めました。皆様こんにちは。本日はこのような形で、お招きいただきまして本当に心から感謝しております。本日は、交通事故の現実というテーマで、お話をさせていただきますので、皆様どうぞ、よろしくお願いいたします。自宅に並べられた2つの棺ですね、蓋を交互に開けては2人に話しかけて、リコの顔をちゃんと見たいと思ってしまってリコの顔の布をめくったんですけど、まあもうここからおでこから下はもう原型をとどめていない、もうまあちょっと生々しいこと言いますけど陥没してしまっていて、うん、まあこれ以上布をめくってしまったらもうリコの可愛い顔をではなくて、もう今後リコのことを思い出すときにもうその事故の後の顔しか思い浮かべられなくなるかもしれないと思って、まあ、見ることは諦めたんですけど、やっぱりでも娘の最後の姿すら自分で顔を見て挨拶できないっていうのは本当にもう苦しかったです。うん、一番感じていただきたいのはこんな悲しいことが毎日毎日どこかで起きているっていうこの現実を感じていただきたい。私も先日息子が生まれたので、本当にもう自分ごとのように、聞くことができた。松永さんの言葉を我々がちっちゃい力かもしれないですけど発信し続けるということが非常に大事なのかなと感じました。はい。3月3日ひな祭り。ひなあられひしもち。まあ、思い出のものもある程度は片付けましたし、生活のテーブルとか、まあ、そういった家具もだいぶ片付けましたし、そこにあったリコのキッチンのおもちゃとかも全部解体して。松永さんの自宅からは思い出の品の多くが姿を消していました。これ3月2019年の3月3日、リコに絵本を読んで。眠くない？寝るの嫌だなそうだバッシャーうひゃー、今度は大きな水たまりやめたやめた、鬼ごっこやめた、暗くて大きい石も水たまりもフクロウくんも何にも見えないんだもん。おやすみフクロウくん。しゃぶしゃぶドロンコ落としてしゃぶしゃぶしゃぶ、あーさっぱりいい気持ち、夜はやっぱり寝た方がいいや皆さんおやすみなさい、のんたんおやすみなさい、あーしーまい。もしでも可愛いですね。まあ、こういう声だったな。悲しいけど忘れていくところもあるんです。
人の旦那だったとか、なんか信じられないなっていうなんか感覚が最近、なんだろうね、エコが生まれてきてくれた時になかなかね、父親になったって、自分が父親になったって信じられなくて、それでもこの少しずつリコと過ごす中で、ああ自分も父親になったんだな、それはね、事故によってマナもリコも死んじゃって、ダメですね、あんまネガティブになっちゃいかん。事故から4年、2023年4月19日、東京池袋。事故の発生時刻に合わせ、慰霊碑に手を合わせました。まず愛しているっていうこと、感謝しているっていうことと、あとお父さんは元気だよ、心配しないでねっていうこと、あとはやっぱり二人の命を無駄にしないからねっていう、だからまあ自分のね、僕自身の命が尽きるまで待っててねっていう、もう言うことはそれだけ、立ち会い出産をして松永莉子っていう命が誕生する瞬間を私はこの目で見て、であの事故の日にまた松永莉子という一人の人間の、まあ、娘のね人生が終わる瞬間を見て、人が生まれる瞬間と死ぬ瞬間を見た。だからこそこの交通事故の理不尽さ、悲惨さ、無残さ、そこに怒りを感じる。こんなこと起きてはいけない、命は尊いから。だからその思いを忘れずにこの4年間生きてきましたし、これからも生きていくと思います。